レジェンド東京にチャレンジしたいと思って、うん、で2回目のレジェンド東京にディープでチャレンジして、で優勝はできず、その時梅坊さんが優勝して、梅坊好き最高で、まあ、特別賞をその時は多分3冠ぐらいいただいて、で、うん、すごいけどな、それも。いや、でもなんか、こじぶらしで、悔しい、ってなって、その後に、個人でチャレンジしたいってなって、ディープの力で、相方の力を借りて、やっぱり一緒にそこまで頑張ってこれたから。そうです、だってディープでもね、ジャパンのファイナリスト出てたりとか、うん、なんか、大阪ディライトもね、タイトル取ったりもしてるわけじゃないですか。そのディープもとってもね、魅力的なチームなので、うん、もうぜひ、ディープ出てくださいって思ってるんですけど。ね、本当になんか、ダンスチームって結構ね、ごちゃごちゃってするんですけど、でも、あの、うん、なんかこう、ディープはすごい、ね、仲がいいダンスチームみたいなイメージもすごいあるので、なんか素敵な関係なんだろうなっていうの。よくぶつかったよ。やっぱあるんだね。裏はちゃんとバチバチするんだね。うん、そう、ディープの話もいろいろ聞きたい話があるんだけど、時間がさ、ないからさ、これをディープまたお願いします。ぜひ、ディープちゃんも呼びたい。二人で呼びたいぐらいな感じで。じゃあ今回ちょっとコレオグラフィーも聞きたいので、うん、そのじゃあ個人で今度は自分の力でやってみようってなるわけですね。そう。なんで、もう一回レジェンドの予選から参加して、で、まあ、予選で優勝をいただいて、そうですよね。大阪予選優勝、すごい。もうマジでプレッシャーやったから。大阪で勝つのむずいから。怖いんよ。すごいすごいすごい。でも、ディープの出れたのも、大阪で予選で優勝をさせてもらえて、うん、自分の中でやっぱりプレッシャーで、ディープで優勝できて個人で優勝できひんかったら決勝出る意味ないっていう、もうなんか大阪魂プレッシャーさ自分にかけていくじゃん、もうすごいよよコンテストのね街やから、うんうん、そこを乗り越えたらなんかうっしゃってなるからね、その達成感がやっぱ一番味するから挑戦するんでしょう、そういう人たちは。私も苦手ですけどエンターテイメントは好きだけど、そうやのになコンテストちょっと苦手なんですそう、そこもじゃあの通ってというかね、そう通って、もう決勝絶対優勝したいって思ったんやけれども、うん、まあその時決勝2位やって、うわー悔しいね、そうで1位が、うん、あのクランプのジュンさんのチーム、あ出た、トゥイックス、トゥイックスか、その時は、うん、トゥイックスファンが、はいはいはい、優勝して、なるほどね。でもトゥイックスの作品見た時に、あこれは構成力とかそういったものじゃなくて、この人たちはダンス一本でやっぱりぶつけてきた、うーん、まあ、あのそれこそこだわって構成もやってたけれども、やっぱりダンス力がもっと上がらないと自分は1位取れないって思わせてもらったステージやったから、私にとってはすごい大きかったかな。なるほど、ちゃんと悔しかっただけじゃなくて、もう優勝者から何が良かったのかをちゃんとね、もうすぐ反省するっていうのがまたいやストイックだわ、もう反省してるやん次に生かさないになってるからそっからもう腹が立ちすぎて自分に4年コレオグラフコンテスト出なくて、ダンス付けにして出ないんだ、うん、そっちじゃなくてダンスのスキルをまた上げたいって4年ね、ダンススキルと、うん、あとはあの振り切るね、コレオグラフのスキルアップをしたいっていう中で、うん、なんか自分の中で追い込みたくて、追い込んでその後かな、ワールドオブダンスにその2位取ったレジェンドの作品をリニューアルして、もっともっとリアルにしてレベルアップさせてっていう作品がエイシャントエジプトっていう古代エジプトの作品になるんやけど、あれでワールドで優勝いただけたっていう、やります。そうなんだ、それさ、レベル上げは生徒と一緒に、レベルは上がっていくって感じなのかな、生徒ともやし、自分自身も。自分で声かけていったんですか、その生徒さん、メンバーは。あのメンバーもすごかったです、精鋭だったじゃないですか、うん、声かけましたね、ワールドは全員声かけで、やっぱり根性がある、根性がある、でダンスが好き、はいはいはい、かっこよかった、みんなかっこよかった、うん、もちろんね、こうセンターに君臨してる姫はいるんです、クイーンはいるんですけど、もうそれをさ
一緒にわーって動かしてる、うん、あの子たちなんなんってあの作品見てさえってなんかどうやって集めたんだっていうのもやっぱびっくりしたからさ、みんなすごかった本当にあのファミリーの皆さん、いやー本当にみんなのおかげです。あの一瞬だけちょっと言いたいことがあって、はい、自分が主人公を本当はしたくないっていうのがマジで結論なんですよ。あ、そうなの？結論で。そうなの？マジでいつも本当はしたくなくって、とても素敵でしたけど、でも時短方式っていうのがあって自分の中で、うん、みんなの振り付けはほぼみんな一緒やから、うん、まとめてみんなを一緒にこうできるんだけれど、はい、クレオパトラだけ全く動きが違うから、はいはいはい、それをみんなのリハ中に誰かに指導している時間がもったいないっていうのがあって、あ、なるほどね、効率重視でした。やったらみんながいない時に一人で考えられるやん。確かにね、っていうので自分が主人公なんで、あんまり出しゃばりたくなかった。あそこは主人公なんだけど、でもちゃんとそのみんなのユニゾンも、うん、そのみんながヤバいっていうスキルもちゃんと見せてくれるから、うん、そんな大丈夫だった？私ばっかりみたいなことではなかったよ、見ててみんなが素晴らしいと思ったよ。あんなに今キンキンやるみたいな。最初とかその見せ所はそんなにフォーカスされるけど、ね、ぜひ皆さんあの概要欄貼ってるリンクを見に行ってみてください。お願いします。ああいうのを作り上げる人ってすごいなと思ったけど、まさかウレイコがそういう存在になっていくとは。ね、昔から知ってるからさ、よくやりきだよね。発表会とか出たことあるんですけど、うん、ナンバーね、その作る側になろうとかはね、あんまやったことが、ね、こうなくて、結構プレイヤー気質というか、もう最高。それはそれでもかっこいいから。若干高いですみたいな。で、こう、大人数で合わせるみたいなのが、群舞がちょっと苦手なタイプのダンサーだったので、個性がね、合わせるちょっとしってなっちゃう。いや、羨ましかったよ。もう憧れやったし、私からしたらマジでさやかみたいになりたいっていう気持ちが強かったから、だからね、専門学校とかも行ってたんですけど、ダンスのそのみんなで合わせて卒業作品とか出さないといけなかったんですけど、まあご迷惑をいっぱいかけてごめんね、あの時のみんなごめんね、合わせれない。でもダンスは大好きだよ、続けてるんだけども、うん、それが一番。関西でも海外でも結果を残して自分の位置がもう確立してたわけじゃないですか。ブレイコっていう名前はもうダンスシーンではみんなまあ知ってるっていう存在になったところで、今ね、うん、こっちに東京に、まあ、埼玉ですけど来てるじゃないですか、うん、これはなんか東京に来たいっていう思いはいつから思ってたの？それは相方が、うん、相方と2人でタイ旅行に行ってて、レイコアンサーって言われて、そう東京行かへん2人でって普通にホテルで言われて、えとか言って、その時に数秒ぐらい考えて行こっかっていう感覚でもう次の年に来たか。エリツィン発信なの？エリツィン、さらっとそう言い出した。あ、そうなんや。私自由人ってよく言われるんですけど、びっくりするぐらい自由人やから、やっぱりポン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 次の案が出てくるというか、刺激的なことをやっぱ言ってくれるから、東京っていうワードが出てくるとは思ってなくて、自分の中にはなかったよ。じゃあ言われるまでは全くなくって、でも言われた時にわわわといろんなものがこうやっぱ思い浮かんで、確かに次のステップであったりとか、何か次の出会い仕事とかっていうのを考えた時に、ああ自分たちがやりたいことはやっぱ東京が大きいかもしれないっていうのはすごい感じて、相方きっかけで来れたのがむちゃくちゃ大きい。ああ、じゃあ引っ張ってくれたのはエリツィ。エリツィ。でもそのエリツィ今東京いないんですけど。いない。どうなってるんですか。しかもあの子東京って言って東京に住んだことないからね。横浜にずっといたから。そうなの。だって私もだからエリツィもね、この YouTube お声掛けして出てくれるもんやと思ったらさ、その時も熊本にいるって言ってて。あ、そうなんだ。インスタ見たら北海道いるみたいな。そうそうそう、最近北海道に行ってます。そう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 、なんか日本にいない時もあるしさ。そうそうそう、落ち着かないから。どういうこと？全然捕まらない。タイミング、タイミングを見計らって東京に来て、まあ、やりたいってことはやっぱそのチームもあるから、うん、なんかイベントに出ていくみたいなこと、それともなんか今さ、うん、紅白に出たりとかしてたじゃん。うん、あ、嵐のさ、うん、紅白のダンサーで出たりとか、うん、なんかそういうテレビのお仕事とかもやりたいってことだったの？
そう、私は結構興味があって、はいはいはい、それこそもう結構前なんやけど2014年、はい、まだ関西に住んでる時に、はい、新一さんっていうダンサーさんがおられて、うんうん、香りアライブさんのダンススタジオ、アライブダンススタジオにゲストダンサーとして振付師で発表会出しに来てたのね。でその方と、まあ、仲良くさせてもらってて、で新一さんが赤地仁くんの、はいはいはい、あの売れっ子バックダンサーやってみないかっていうオファーを関西にいる私に連絡してきてくださって、まだ上京前なんだね。そう、お上京したのが2019とかだから、あ、もう全然前で、でその時あのアウトセットの玲子さんねも一緒にオファーをいただいて、でこんな機会ないから自分は興味があるしやってみたいと思ってやってみたら、むちゃくちゃやっぱ楽しくって、だいぶ楽しい、楽しい、ね、わかるよ、大好き。なんかやっぱバックダンサーっていう割にはなんかそこまでやっぱりすごい運が良かったのか、ジン君もそうやし、はい、ジェジュンさんもそうなんやけれども、バックっていう扱い方をされないというか、やっぱダンサーっていう存在をこう大切にフランクにフレンドリーに横並びにっていうような、そういった方々と仕事させてもらってきたから、心地よくパフォーマンスもできたし、やっぱこうお客さんというかファンの皆さんの喜んでる姿を見てると、もっと自分たちの存在がみんなを楽しませられたらいいなっていう風な感覚になると、やっぱ止まらなくなるというか、最高ですよね、笑顔がもう生でその場で見れますからね、うん、いかにアーティストさんの存在が大きいかっていうのも、うん、こっち側の視点ではすごい勉強させられたから、いやーすごいですよね、センターで歌ってる人たちね、うん、そう、その人のおかげでやっぱみんな来るから、うん、すごい生きる活力になってるんだなって思うと、本当にね、スタッフさんも含めてこういろんな人たちの力がこう結集してこう、そうそうそう、バーってね、その、うん、まあ、主役の人の背中を通ってバーってそれが出るわけじゃないですか。あれはねたまらないですよね。たまらない、うん、最高の空間だと思います。若いお者たちもいろいろ、それはドリカムさんの時にすごく、ああそうだそうだ、そう、ね、ドリカムさん素敵ね、素敵やったよね、めっちゃ、まあ、ドリカムさんもね、あの自分たちのダンサーのことをバックダンサーって言わないのが有名なので、サポートだったりパフォーマーって絶対言うので、うん、そう、負けじゃなくて一緒にステージに上がってる同じプロとしてやっぱりこうリスペクトしてくれて出してくれるので、そういうのもね、なんかアーティストによりますけどね、多分ね、すごいあったかいな現場だったんでしょうね、だからね、経験したところが、ね、それのおかげかな、そういうメディアの世界での仕事が興味持てたのはってあるかな、やっぱりダンサーとして経験してみてっていうのもね、そう、言いたいと思う、最初からね、こうなりたいって言ったものじゃないかもしれないけど、経験しても後付けで、あ、なんだこういう世界もあったんだってこうハマっていくっていうのもね、うんうん、まあ、ダンサーの職業じゃなくても大事だと思う、あ、こっちの世界も実は合ってたかもみたいな、うんうん、ありますよね。ジェジュンさんのダンサーで呼ばれたきっかけは何だったんですか？きっかけはあのもうずっとりょうさんっていう、あ、りょうさんってダンサーさん、そうそうそう、りょうさんってダンサーさんがいまして、りょうさんが共通して知ってます、あのドリカムさんの現場で一緒だった、そうだそうだそうだ、レオさんがずっとジズさんのそばで、うん、あのダンサーとしてパフォーマンスをしてきてたの で、なんかね、タイミングよく SNS でつながってSNS で Facebook でなぜか私たちフォローし合ってたのに、お互い会ったこともなくて、あ、挨拶をしたことないで、はいはいはい、フォローし合ってるみたいな関係性だったんやけど、ダンサーとしてウレコのことも知ってるし、いやいやいや、リコも知ってたでしょうから、おりょうさんの活躍はね、私もちょいちょい見させてもらってたんで、でも何かふっとりょうさんからいきなり連絡をくださってメッセージで、そうなの、DM なんだでも私も結構なんかね、こうダンスをしてる中でもなかなかこう感性を優先して踊るようなタイプではあるから、はいはいはい、まあ、そういうのが多分見てくださってこう連絡してくれてお電話で話をして、はいはいはい、で、まあ、一度
会いましょうかっていうのでお会いして、まあ、ご飯食べて喋って、もうダンスメインで喋ったわけでもないけど、いろいろ話して、でそっからかな、お互い生のダンスを見合ったわけでもないのに、りょうさん見てくれたわけでもないのに、ちょっとれいちゃん出てくんない、興味あるって言ってくれて、はいはいはい、直接だ、私ですかってですか、私でよければぜひっていう話を、すごいきっかけだな、皆さん SNS から来ることあるよちゃんとして、ありがとう、 SNS みんなちゃんとしてそんなことあるそれは嬉しいですよね、もう直々にオファーですもんね、うん、そしたらね、東京来てもお仕事をねちゃんと積み重ねていってるそんなレイコですけれども、うん、今後のね、まあ、ダンサーとしてやってみたいなとか、そういうことを少しやりたいなとかあれば、ぜひ、はい、教えてください。去年もだったんですけど、はい、一人で自分で計画して全国ツアーっていうのをやったんですね、私個人で。コロナ時期真っ最中やったから、何か自分で日本でやれることないかな、何がやりたいかなと思った時に、まあ、一番最優先したのは自分のために生きるなら何がしたいっていうところやって、そしたらやっぱ日本国内の旅行を回ってみたいなって、知らないところがありすぎるっていうのがあって、やっぱ自然が好きやから、まあ、自然をもっともっと触れたいっていうのと、それイコールやっぱりそこで生きてる人たちのダンスはどんなダンスなんだろうっていうのを知りたい。でなおかつ自分にとってこう今までやってきたダンスで学んだこと、ダンスで大事なことっていうのを伝えていきたいっていうのをちょっとこう自分の中でテーマにして、面白い、うん、動きたいっていうのが旅かけるダンスね。そうでよく男の人が、ね、急に一人でバックパッカーでなんかどっか行っちゃったりするけどなんかそれのなんかこうダンスバージョンも感じながら回るっていうことだ、うん、それは何？え、全国ツアーっていうのはワークショップツアーになってくるのか、なんか公演やるのか。ワークショップツアーツアーをやる、うん、え、全国ってほんで47都道府県みたいなとこを狙ってやったんやけど、去年は22しか回れなくて。22回ったの？回った。マジで22都道府県に24カ所だ。そうわー、はい、で行きますね、やっぱりリッさんすごいですね。それだってエリチームを足したらもうえらい、もうえらい回ってる。いやエリおったらやばいと思う。そうだよね。それでやっぱ見えたものってやっぱ全然違うから、やっぱ自分のダンス感も変わったし、生き方もやっぱり変わったから、その感じ方をまたさらにレベルアップさせていくために、残り行けてない都道府県も回りたければ、やっぱりこうそれでお世話になった人たちのところにもう一度行きたいって気持ちもあるし、でもやっぱり国外に行ける都市になっては来たから、あー、ね、そうで今年はまた日本出るの国外をメインにしながら動きたいっていう欲が正直ある。え、もうじゃあまたいなくなるじゃんと思ってたらあなたのもいないじゃん。チニーも行けるもんね、やってきたし。行きたい。行くだろうな。またいろんな国に行って、まあ、レイダンスで、まあ、レッスンをしながら、それこそもうアーティストさんとの仕事も夢見ながら、やっていきたいなっていうのがあるので、海外に向けて自分をこう発信できるようにしたいなと思ってます。わー、かっこいい。かっこいいですよね。一生走ろうかな。一生走れるよね。ここまでダンス好きでやってる人はね、多分一生踊ってるのよ。なんか告知とかもし今年の、今度これあるよみたいなのがあれば。6月のまだこれじゃあこの時にはもう発表になってるかな。6月の1週目週末にレジェンド東京さんの作品で初めて聴覚障害のゲンゲンっていう男の子が。いるんですけど、この前のパラリンピックの、そうパラリンピックも出てたから、あ、そう出てました。そうですよね、開会式の開会式の方です。パラリンピックもね、何でもやるなって。いや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 、閉会式の方に、はいはいはい、結構メインアクトで、パフォーマンスしてた、ゲンゲン、まあ、彼も、京都出身で、あ、そうなんだ。そう、もともとしてた子なんやけれども、彼と一緒にちょっと振り付け師として、ハンドサインさんっていうアーティストさんが手話をメインに振り付けされて
あのパフォーマンスしながらのアーティストさんなので、うん、あの一緒にコラボしながらあの作品を作ろうと思ってるので、また違った作品をこうコラボで作るんですね。じゃあね、そうこれ言ってもいい、あの手話をメインに作品を作るんですけど、はい、ジェジューさんのライブツアーでも実は一番最後の愛の影っていう曲で手話を入れてまして、あこれ気づいた人にしかわからないみたいな感じで、はい、こう PR してるんですけど、それもゲンゲンと別の聴覚障害の方でメグさんっていう方がいるんですけどのお二人に協力してもらいながらあの振り付けをさせていただきました。実は最後にそれをやってたんだ、その今回その6月に作品を出すメンバーだというか、うん、もう何そこで伏線を作ってたみたいになってるけど、でもそう、だそんな感じよねそうだよね、そうでもりょうさんがやりたいって言ってくださったから、あそうなんだね、じゃあちょっと取り入れたんだね、やってみたいって私も思うんでって言って、まあ、ゲンゲンに声をかけて一緒にこうメグさんと振りを考えた時にすごいやっぱりメッセージ性っていうのがさらに強くなるなってやりながら思ったし、うん、一つの動きに対していかに思いを乗っけないと伝わらないのかっていうのもすごく教えてもらったから、うん、今回のそれこそデジューさんのライブツアーでも私らダンサーはそこをラストフォーカス置いて表現できたんで、うん、もうそれを生かして6月にパフォーマンスできたらいいなって思ってます。うわー、ぜひチェックしてください。頑張って、生で見たら泣いちゃうやつですね。すぐ泣くんだって。そうすぐ泣いちゃう。 D リーグ見て毎回泣きながら洗濯物を畳んで見てる。いけーって言って泣きながら、はい、そう、そんな情緒のお母さんを見ながら子供は育ってます。大丈夫かよ。D リーグで毎回泣き出すって変なママです。やば、そうそう、明後日見に行くから、ね、そう、ママ初めて。あやばいね、絶対初めて行く。そうそうそう、なんかそこでね戦ってる人じゃないんだけど、コンテストとかで、ただそのコンテストとか経験はしたことあるからさ、自分も勝ち負けの悔しさだったりとか、練習すごいなんか大変だったな、きつかったなっていう時期を経験してるから、うん、そのやっぱ表現者を見るとさ裏も見えるじゃない。分かるもんね。これができたのは大変だっただろうか、練習っていうのも感じるからね、その裏まで読んで泣いちゃうっすよね、やっぱね、よう頑張ったなみたいなのが。そうそう、ダンサーさん大好きなんで、うん、その頑張りがねやっぱ作品見たらなんか伝わってくるからね、うん、そうやって来ちゃうんですよね。今年もそんな大きなものに、うん、ね、向かって走っていくということで、ぜひ皆さんチェックしてみてください。はい、お願いします。はい、この動画良かったなと思ったらチャンネル登録とグッドボタン、高評価押してくれると嬉しいです。ベイコ、ありがとうございました。